まずスクワットですが、スクワットしながら肩甲骨を寄せる動きも行っていきます。横から股関節と肩甲骨を動かすと一番痩せます。ですからスクワットの時にこの肩甲骨を動かす動作を入れてあげてください。はい、次ワイドスクワット、足を広げてもらって、この手をこれも肩甲骨を寄せる動きを入れています。膝が内側に入らないように、つま先と同じ方向に膝を出してください。まあ、股関節も肩甲骨も結構ボキボキってなるかもしれないんですけど、まあ、それだけ普段あんまり使ってないということなので、普段使ってないところを使ってあげると、効率的で効果的に痩せることができます。もちろん必要な筋肉もついていきます。前後に開いてもらって手前に出します。しゃがむときに引いてあげます。これも肩甲骨を寄せます。逆の足いきます。次は足をピタッとくっつけて手を上に伸ばしてもらいます。この状態でスクワット、ダウンスクワット、背中にも効いてきます。きつい。
ここまでの5種目が筋トレです。で、筋トレだったら有酸素運動、今度はフロントランジ、筋トレで脂肪を分解して、その後有酸素運動で脂肪を燃焼していけば最も早く体脂肪が落ちていきます。だから筋トレの直後に有酸素運動です。次は後ろにバックランチ、横にサイドランジ、だいぶ燃えてきました。燃えてる実感があると思います。上に足を上げて、もも上げです。一見簡単に見えますけど結構効いてきます。手の位置は動かさないようにして、膝をちょっと上げてください。ラスト、スクワットでしゃがんでバックステップで上がってくる、いわゆるパン。
感づいてて